PS1 が設置された晴れ明山パンスターズは4台の望遠鏡で継続的に全天をサーベイ観測し移動天体や突発天体を検出する計画である。時間間隔を空けて撮影した画像を比較することにより小惑星、彗星、変更星などを発見することができる。この計画の第一の目的は地球に衝突する可能性のある。 地球近傍天体を発見することである。この計画では、望遠鏡の設置場所であるハワイから観測できる、空全域にある24等級までの天体のデータベースが作成される予定である。PS1 と呼ばれるパンスターズ計画の最初の望遠鏡は、ハワイ州マウイ島のハレアカラ山頂にあり、2008年12月6日に、ハワイ大学の管理の下で観測が開始された。 残る3台の望遠鏡は1億ドルをかけて建造される予定である。PS2 望遠鏡は PS1 の北50フィートのかつて東京大学のマグナム望遠鏡が設置されていた観測所に設置され2013年にファーストライトを迎える見込みである。パンスターズはハイ大学天文学研究所マサチューセッツ工科大学リンカーン研究所 マウイハイパフォーマンスコンピューティングセンター、サイエンスアプリケーションズインターナショナルコーポレーションの共同計画である。望遠鏡の建設はアメリカ空軍より資金の提供がなされている。PS1 が観測準備審査を合格すれば、パンスターズ計画は残り3台の望遠鏡の建造に取りかかる。PS1 の運用は PS1 サイエンスコンソーシアムによって行われる。 PS1SC のメンバーは、ドイツ・マックス・プランク研究所、台湾国立中央大学、イギリス・エディンバラ大学、ダーラム大学、クイーンズ大学、アメリカのハワイ大学、ジョンズ・ホップキンス大学、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターを呼び出す、クーン・ブレス・アブザーバトリ・グローバル・テレスコープである。マウナケア山パンスターズでは、ハワイのマウナケア山あるいはハレアから山に、 合計1.8メートルの望遠鏡を4台設置する計画である。PS4 と呼ばれることになる4台の望遠鏡は観測時には同じ方向を向く。これは4台の望遠鏡で撮影された画像を比較し、CCD チップ上の不調なピクセルや宇宙船によるノイズを取り除き、その後画像を合成することで合計3.6メートルの望遠鏡で撮影された。 物と同等の画像を得るためである。4台の望遠鏡を建設する予算はすでに認められている。試作機ともいえる PS1 はすでに建設が終わっており、2006年6月には低解像度のカメラでファーストライトを達成した。望遠鏡の視野は3度であり、これは同等の光景を持つ望遠鏡に比べて圧倒的に大きく14億ピクセルのデジタルカメラが 観測装置として搭載される予定である。焦点面には CCD が88に並べられているが、光学系により焦点面の端には光が届かないので、実際には端の4個を除いた60個の CCD が並べられることになる。個々の CCD は、大さがなるトランスファー、アレイと呼ばれる仕組みであり、600、600ピクセルのセルが64個並んだ。 4800、4800 48ピクセルのものである。このカメラを用いた初観測は2007年8月22日に行われ、アンドロメダ銀河が撮影された。パンスターズで撮影される画像は1枚につき2イトあり、録音時間は30秒から60秒である。これは24等級の天体まで撮影するには十分な時間である。 撮影直後のデータ処理にはさらに1分ほどかかる。撮影は連続的に行われるので、望遠鏡が4台ソロ PS4 段階では、毎晩10テラバイト分の天体画像が取得される。データ量が非常に膨大になるため、撮影された画像に映っているすべての天体の位置と明るさを、コンピュータ処理によって読み取った後、画像そのものは破棄される。 あらかじめ撮影しておいた変更しない天体のデータベースと比較することにより明るさが変わっている天体や位置が変化している天体を見つけ出すことができる。望遠鏡の視野が非常に広くが増取得に必要な露光時間も短いため毎晩約6000平方度に及ぶ天域を撮影することができる。前天の立体角は 4π ステラジアンであり、 これは4万1253平方度に相当する。このうちハワイから観測できるのは3万平方度程度であるから、約5夜の観測で全点を撮影することができることになる。月が明るい時などを除くと1ヶ月に全点を4回撮影することになるが、これは観測天文学史上前例を見ない計画である。このプロジェクトはすでに存在している技術を使って、 実現することが可能であるが、しかしこれまでに試みられたことのないほど大規模な計画である。全点を系統的かつ継続的に観測する計画はこれまであまり実行されてこなかったが、パンスターズ計画が実現することによって様々な天体について非常に多くの発見がもたらされると期待されている。例えば、小惑星の発見において現在最も成果を上げている。 リンカーン地球近傍小惑星探査では、限界等級は19等であり王道面の観測を中心としている。パンスターズ計画は LINER a よりも後等級暗い天体まで撮影することが可能で、さらに範囲から観測可能な前点を観測するので、より多くの成果が期待できる。トロや群小惑星小惑星帯に存在する小惑星が大量に発見されると期待されているが、 パンスターズではこれだけでなく10万個のトロヤ群小惑星、少なくとも2万個のエッジワースカイパーベルト天体、さらには土星、天皇星、海王星軌道上に存在するトロヤ群小惑星が数千個、大量のケンタウルス属小惑星や彗星が発見されると期待されている。新天体を大量に発見するだけでなく、パンスターズでは現在行われている。 観測の偏りによって生じる問題も解消されるはずである。例えば、現在の観測では、軌道傾斜角が小さい、すなわち軌道が王道面に近いものが数多く発見されており、純惑星負け負けのような天体は、明王星よりわずかに暗いだけにもかかわらず最近まで発見されなかった。また、現在見つかっている水星の多くは、近日点距離が近いものが多い。 限定的な観測手法によって生じる、このような偏りを軽減させることができれば、太陽系についてのより包括的な研究を行うことが可能になる。例えば、直径1キロメートルより大きい木星のとロや群小惑星の数は、小惑星帯に存在する小惑星の数とほとんど同じであるかもしれないが、現在では観測が不十分であるために、後者の小惑星の数の方が、 何桁も大きいことになっている。パンスターズで発見されるかもしれないものとしては、太陽系を通過する未知の天体が挙げられる。惑星系の形成過程においては、惑星との重力相互作用によって、数多くの小天体が太陽系外に弾き飛ばされたと考えられている。太陽系の場合にはその数は1013にも及ぶと考えられている。こうした過程を経て、 他の惑星系から弾き出された天体が銀河系内を漂い我々の太陽系の周辺を通過している可能性がある。さらにパンスターズでは小惑星同士の衝突も発見されるかもしれない。そのような衝突が起きる頻度は非常に小さいためにこれまで観測されたことはないがパンスターズでは既存の観測とは桁違いに大量の小惑星が観測されるので 統計的に考えると小惑星同士の衝突のような現象も捉えられる可能性がある。またパンスターズではエリスのように冥王星よりも大きなエッジワースカイパーベルト天体も発見されるかもしれない。パンスターズでは金棒の銀河にあるものも含めて非常に数多くの変更性が発見されると期待されている。さらには現在知られていない。 新しい矮小銀河も発見されるかもしれない。多数のセファイド変更星や色変更性を発見することで近傍銀河までの距離をより正確に求めることができる。さらに遠方の銀河における矢型超新星も数多く発見されるはずである。これはダークエネルギーが宇宙の進化にどのような影響を及ぼしてきたかを研究する際に大変重要である。また、 まだ謎の多いガンマセンバーストの残光の研究においてもパンスターズは有用である。オウシザ T 型星のような非常に若い天体は大抵変更性であり、パンスターズはこのような若い天体を数多く発見することによってそれらの性質をよりよく理解することができる。また食検出法や重力マイクロレンズを用いて多数の太陽系外惑星が発見されると期待されている。 パンスターズでは、星の固有運動や年収しさも測定し、多数の褐色矮星や白色矮星などの暗い天体が発見されると期待されている。こうして太陽から100%パーセク以内にある天体について、より完全な調査を行うことができる。これまでの同様の観測では、最近発見されたティーガーデン星のような天体は暗すぎて観測できて、いなかった。また、 大きな年収しさを持つが固有運動は非常に小さい星が発見されれば現在は仮説の意を出ないネメシスのような天体も見つけることができるかもしれない。ありがとうございます。